い、道山です。父親の子育て参加法を知りたい、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は子育てにおける父親の役割トップ3という話をしていきます。はい、最近はですね、結構一人親家庭、増えてきています。まあ、ただまだまだね、やっぱり、夫婦一緒にね、子育てをされている家庭の方が多いと思います。でそうするとですね、お父さんたち、どのように子供に関わっていけばいいかってね、結構悩まれている方多いと思います。あとはね、この動画を見ているね、お母さんたちの中にも、旦那さんにね、こう関わってほしいとかね、どう関わっていけもらえばいいかわからないって方も多分いらっしゃると思います。そこでですね、僕がこれまでに、まあ、1万組以上の親子の、子育てをこうサポートしてきた結果分かった子供が伸びる家庭のお父さんがねやっていること、これを今日はランキング形式で3つ紹介したいと思います。何があるかわからない場合、今日お話しする3つからね、1回始めてみてください。そうするとね、結構お子さんとの関係も良くなると思いますし、子供のね成長にもつながっていくと思います。もちろんですね、母子家庭のお母さんも多分見ていらっしゃると思います。まあ、その場合はお母さん自身が一人でやられる場合はね、どのようにやるかっていう、そんなポイントも紹介したいと思いますので、ぜひね、子育ての参考にしてみてください。はい、じゃあまず最初に第3位からいきたいと思います。これ何かというと、母親の立場の逆を取るということです。母親の立場の逆を取る。どういうことか。まあ、例えば、お母さんがですね、厳しいタイプだったとします。そしたら、お父さんは優しいタイプになった方がいいんです。これなぜかというと、お父さんもお母さんも両方厳しいタイプだったら、家庭がね、すごく厳しい家庭になりますよね。すると子供は居場所がなくなるとか、家にいるだけでストレスを感じるようになってしまうんですよね。だから、どちらかというと、母親が厳しいタイプだったら、まあ、お父さんは、まあ、そこまで言わなくていいんじゃないかっていうようなぐらいな気持ちでね、ちょっとフォローしてあげる立場に回った方が、子供としてはね、すごく、居心地のいい家庭になります。一方、その逆もあります。例えば、母親がすごく優しいタイプの母親だったら、お父さんは厳しいタイプになった方がいいと思います。例えば、ダメなことはダメって厳しく言うのはお父さんの仕事みたいな感じですね。まあ、そうすると、今度はね、お父さんが厳しく言って、お母さんがうまくフォローするってことができると、子供からするとね、すごく居心地のいい家庭になります。で、学校はですね、実はこれをね、結構意識してやってるんですね。まあ、例えば、担任の先生が少し厳しいタイプだったとしたら、保健室の先生が代わりにフォローに入るとか、あとは生徒指導の先生、ここがすごく厳しく生徒にぶつかって代わりに担任の先生がフォローするとか、まあ、部活だったら主顧問の先生はすごく厳しいけど、副顧問の先生は上手にフォローに回るとか、まあ、こんな感じでね、立場を結構分けてやっている先生が多いんですね。なので、これはね、本当に家庭だけじゃなくて学校どこでも使っている方法なので、ぜひね、家庭でも一度取り入れていただければと思います。で、あと、母子家庭、父子家庭でね、一人しかいないよっていう場合は、あんまりですね、どっちかに偏りすぎると良くないんですね。例えば、厳しすぎるとか、優しすぎる、どっちかに偏ると、例えば、厳しすぎたら、子供にぶつかった時にですよ、子供はね、完全に離れてしまったら、その後の関係構築が難しくなりますよね。一方、優しすぎると子供はやりたい放題になってしまうなら、これもこれは良くないわけです。だから、上手に真ん中ぐらいで、両方端の立場を自分でやっていくって形が、まあ、一人親家庭の方にとってはね、ベストだと思います。はい、では次、第2位いきたいと思います。これ何かというと、母親の心のケアをすることです。これどういうことか。まあ、例えばね、子供を産むのは、お父さんお母さんどちらかといったらやっぱお母さんですよね。で、もともとやっぱ子供たちというのはお母さんのお腹の中にいたわけなので、やっぱどうしてもね、お父さんお母さんどっちと関係が強いかって言ったら、それはお母さんの方がやっぱ関係が強いわけですよ。多分子供たちにね、アンケートとか取って、お父さんお母さんどっちとの方がね、喋りやすいですかとかアンケート取ったら、まあ、多分間違いなくお母さんって答える子の方が多いと思うんですよね。まあ、だから、その流れでですよ、どうしてもお母さんの方がやっぱ子供と関わる頻度とか時間って絶対増えちゃうんですよ。にもかかわらずやっぱりね、昔はお母さんがね、結構家事とかをやっていたことがあるので、今もその延長でですね、お母さんの方が家事もやって子育てもやって、でさらに最近は働くねお母さんも増えてきているので、仕事もやってってなると結構大変なねお母さんが増えているんですよね。でその時にお父さんがですね、もうお前が全部やれっていうような態度になってしまうと、やっぱりね全部で一人で抱えないといけなくなってしまって大変になるんですよ。でここですごくね、子供を伸ばすお父さんって何やってるかというと、上手にこのお母さんのケアをしているんですよね。どんな感じかというと、まあ、例えばね、じゃあ今日はちょっと家事は僕がやるから、君はね、なんかちょっと一日休みを取って友達と遊びに行ってきたなって感じで時間を与えたりとか、あとは話を聞いてあげるってことでしょうね。例えばお父さんの方が仕事を帰ってくるのが遅かった時に、まあ、お母さんの方がね、子供とずっと関わっていて、こんなことがあったとかだったら、
その話をしっかり聞いてあげて、なんか、そっか、よく頑張ってるねって感じで認めてあげるとか、こういうことを当たり前にしてるお父さんの、まあ、家ってね、結局お母さん自身がすごく心が楽になるんですよね。で、だから子供にも優しく接することができたりして、子供は伸びていくわけです。なので、ぜひね、このお母さん自身のケア、心のケアっていうのも、まあ、お父さんがやってあげる。あと、まあ、理想を言うなら、たまにはね、お父さんもちょっと家事を手伝うとか、あとはまあ、できれば分担するとかっていうふうにやっていくと、さらにね、いい家庭になっていくかと思います。では次第1位いきたいと思います。これ何かというと、価値観を伝えるということです。価値観を伝える。道山先生、価値観って何ですかと思うんですが、これ何かというとですね、例えばウィキペディアとかには何て書いてあるかというと、善悪や好ましいこと好ましくないことを判断する時の根底となる見方っていうふうに書いてあるんですよね。これどういうことかというと、例えば、まあ、簡単に言うと、これはいいよ、これはダメだよっていう、この価値観をまあ伝えてあげるってことが結構お父さんの役割としては重要なんですね。どういうことかというと、じゃあ、まあ世の中にはね、誰が見てもいいこと悪いことっていうと、ものと、あとは家族特有のいいこと悪いことっていう2つがあります。で、この2つをね、伝えていくってことが大事なんですが、例えばね、誰が見てもいいこと悪いこと、これ何かっていうと、例えば、タバコ、未成年でタバコを吸うっていうのは、これ誰が見てもダメなことですよね。もうそもそも法律でダメっていうふうに言われているわけなので、だからこれに対してお父さんがやっぱり厳しくね、子供は例えばタバコを吸いたいと言ったとしたら、いやそれはダメだと、お前まだ未成年だろって感じでやっぱ厳しく言わないといけないですよね。とか、あといじめ、もういじめもこれはやっぱ絶対にダメなことですよね。だからやっぱ子供がなんかいじめのね、加害者になってたら、それはやっぱ厳しくお父さんが叱って、でさらに相手の上にやっぱ頭を下げに行くっていうのは、やっぱお父さんがやっぱしっかりやらないといけないですよね。もちろんお母さんが言ってもいいんですけどね。うん、これがまあ誰が見てもいいこと悪いことをしっかり伝えていくっていうことです。あともう一つ、家族特有のこのいいこと悪いことを伝えていくってことも実は大事なことなんですね。これ何かというと、例えばですよ、まあ、僕の家庭の場合は昔からですね、バイクだけは絶対乗らないでくれっていうふうに言われていたんですよ。で、バイクは乗ったらダメかどうかっていうね、もちろん未成年で乗るのはダメなんですが、大人になってから乗るのは全然法律ではね、大丈夫ってなってますよね。むしろバイクが好きな方もたくさんいると思います。だから、これ自体を強制することは実際できないんですけど、ただ、家族特有の価値観としてやめてくれっていうふうに僕は言われていたんですね。だから僕は現時点でもバイクは乗っていないんですよ。で、これなんでダメって言われたかというと、まあ自分の父親がですね、昔バイクで転んで怪我をしたことがあると、まあ、こういう経験があったから、ちょっとお前には乗らないでくれってことをずっと言われてきたんですね。で、別に僕はまあそんなにね、バイクに固執する気持ちはなかったので、ああ、じゃあやめておこうってことで今でも乗ってないわけですけど、こういう家族の中でまあ決められたルールみたいなのを伝えていくってこともね、すごく大事です。まああと、バイク以外にも例えばタバコとかもそうですよね。まあ未成年でタバコを吸うのはこれは絶対ダメなので伝えないといけないんですが、大人になってからタバコを吸うかどうか、これ別に吸いたかったら吸えばいいですよね。まあでも家庭によってはですよ、まあタバコは体に悪いから大人になっても吸わないでくれっていう家庭もあると思うんですよ。それを伝えていくのは全然いいことなんですよね。なのでこういう家族特有の価値観を伝えていくってこともね、お父さんはねすごくやってほしいことかなと思います。ただ一個だけ注意点があって、この家族特有の価値観は伝えすぎてしまうと子供からすると重い荷になるんですよね。あれもダメ、これもダメって言うといわゆる過干渉になってしまうので、本当に大事なことを伝えるのはいいですが、あんまりやりすぎるとこれはね子育て失敗にもつながるので、ぜひ注意してください。あとこのね動画はおそらくね母子家庭のねお母さんたちも見てくださっていると思います。その場合はお母さんたちがねこれを伝えていくってことも全然大丈夫です。まあ僕はね過去の経験上、お父さんが伝えている家庭がね結構うまくいってる家庭が多かったので、まあ、もしねお父さんが伝えられる場合は伝える、まあでもお父さんがいないというかね、お父さんが伝えられないって場合はお母さんが伝えていただいても全然大丈夫です。はい、ということで今日はですね、父親の子育て参加法ですね、これについてお話ししました。まあ父親にね限らず子育てにはね結構ね、こうしたらうまくいくよっていう基本的なね仕組みみたいのもあったりします。この辺については私が無料で配信している思春期の子育て講座、この動画のね右上からチェックできます。こちらで詳しく解説しておりますので、もしまだ読まれてなかったらこちらもね参考にしつつ、引き続きチャンネル見ていただけると嬉しく思います。